はい、こんにちは、116インズです。今回は以前やった企画の続編をやっていきたいなと思っています。以前ですね、漫画メジャーに登場する主人公重野五郎の MLB 時代は現実的だったのかというタイトルで、五郎が MLB 時代に残した記録、複数回のサイヤング賞などといった記録が果たして現実的なのかというところを検証した動画を出したんですけれども、その動画で結構コメントで佐藤俊哉の方が五郎よりもすごかったんじゃないかというコメントを結構いただきましたので、それならば見てみようということで今回やっていきたいなと思っています。俊哉といえば五郎の親友でもあり、また永遠のライバルでもあるような存在ですよね。五郎が高校を卒業していきなりアメリカ球界に挑戦したのに対して、俊哉は日本球界で力をつけて、でフリーエージェントで五郎と同じチームでプレーすることを希望してメジャーリーグに移籍しましたよね。現実にもこんな理由でメジャー挑戦した選手がどうもいた気がするんですけれど、それはさておき、それぐらい俊哉にとって五郎というのは大事な存在でもあるわけですよね。そして二人はチームをワールドチャンピオンへと導くわけですが、では実際俊哉の MLB 時代どんなものだったのかというところを次から見ていきたいなと思います。はい、で俊哉の MLB 時代はあまり描写は多くないんですけれども、分かっていることとしては、まずワールドシリーズで1試合2本の満塁ホームラン、ホームラン王になったこと、そして五郎が帰国した後に俊哉がリーグの首位打者に立っているという描写もありましたので、最終的に首位打者になったかどうかは不明ですが、このあたりが俊哉の MLB 時代として分かっていることですね。五郎の MLB 時代も複数のサイヤング賞などなかなかえげつない成績を残していたわけですが、この俊哉についても描写は少ないものの、決して五郎に負けていないレベルですね。今のところ日本人の野手でメジャーのホームラン王に輝いた選手いませんし、ワールドシリーズでの1試合2本の満塁ホームランというのも俊哉の勝負強さを象徴しているようなエピソードですし、でしかもそれを守備負担の多いキャッチャーで達成しているわけですから、確かに皆さんが俊哉もすごいと言っていたことがちょっと分かった気がしましたね。では実際メジャーリーグの歴史において俊哉のような記録を残したキャッチャー、記録を残した選手がいたのかというところを次からご紹介していきたいなと思います。ではまずワールドシリーズで1試合2本の満塁ホームランから見ていきたいなと思います。ワールドシリーズで満塁ホームランを放った選手は歴代で20人、最も最近の例では昨年の第4戦でアストロズのアレックス・ブレグマンが記録していますが、これだけなんですね。そしてこの20人についてどの選手も通算で複数の満塁ホームランを放った例はありませんので、俊哉の通算2本というのは実は歴代最多ということになるんですね。個人的に今回調べていて複数本放った選手がいないのは少し意外でしたね。キャリアの中で一度もワールドシリーズに進めないという選手も当然いますし、また1回のワールドシリーズも最大で7試合ですから、なかなか満塁ホームランを複数本放つのはもしかしたらかなりハードルが高いことなのかもしれませんね。ワールドシリーズで複数満塁ホームランを放つだけでも相当難しいことなのに、それを1試合で達成してしまう俊哉の勝負強さはもうはっきり言って異常なのかもしれませんね。ちなみに1試合2本の満塁ホームランはレギュラーシーズンも含めますと13人が現在達成しています。最も直近ですと2009年のジョシュ・ウィリンガムが達成していまして、また珍しい記録としては1イニング2本の満塁ホームランという記録も見つかりましたね。こちらはフェルナンド・タティスが達成していまして、現在彼の息子であるフェルナンド・タティス・ジュニアがパドレスのスーパースター候補として非常に活躍しているところですけれども、お父さんもなかなかすごい記録を残した選手ですね。はい、続いてはキャッチャーでホームラン王というところを見ていきたいなと思います。 MLB の歴史においてキャッチャーでホームラン王を達成した選手はジョニー・ベンチが唯一の例ですね。1970年、それから72年の2回達成しているんですが、今のところベンチただ一人がキャッチャーとしては達成している選手ですね。MLB は強打のキャッチャーも多いですので、何人か達成しているのかなと思いきや、意外に一人しかまだ達成できていないんですね。それだけキャッチャーというポジションでホームラン王というレベルまで行くのは難しいことなんでしょうね。ベンチといえば、1970年代のシンシナティレッズの黄金期を支えた選手でして、この当時のレッズというのはビッグレッドマシーンというふうにも呼ばれていたわけですが、6度の地区優勝、そして2度のワールドチャンピオンと、この時代のレッズというのはめちゃくちゃ強かったわけですね。で、そんなビッグレッドマシーンの中において、このベンチは中心的な存在だったと。もちろん私はベンチの現役時代を見ることはできていないんですが、キャッチャーとしては史上最多の10本の満塁ホームランを放つなど、非常に勝負強いバッターでもあったようですね。そういった活躍もあって、しばしば史上最高のキャッチャーとも称されますし、通算389本のホームランは、
キャッチャーとしては歴代3位の記録ですね。もちろん殿堂入りも果たしているわけですが、トシアのホームラン王はキャッチャーとしてはこのベンチ以来2人目ということになりますし、でしかもそれを日本人の野手が達成しているわけですから、まあ確かにゴローよりもトシアの方がやばいという方の気持ちもわかりますね。よくイチロー選手も初めからアメリカに来ていればもっとヒットを打てたという声を聞きますが、まあ、もしトシアが現実の選手だったらきっと同じようにもっと早くアメリカに来ていたらもっとホームラン打てたんじゃないかというふうにも言われるぐらい偉大な選手になっていたかもしれませんね。続いてキャッチャーで首位打者も見ていきたいなと思います。まあ、冒頭でも言いましたけれども、トシアが最終的に首位打者を獲得できたかどうかというところはわからないんですけれども、ここでは最終的に首位打者を獲得できたと仮定して話を進めたいなと思います。キャッチャーの首位打者は歴代で4人達成していまして、最近の例ですと2006年2008年2009年のジョー・マウアーですとか、それから2012年のバスター・ポージーも当てはまりますね。キャッチャーのホームラン王は先ほどご紹介した通りジョニー・ベンチただ1人しか達成していないわけですが、首位打者については意外にも4人達成しているんですね。特にマウアーはイチロー選手とよく首位打者争いをしていたので覚えているという方も多いかもしれませんが、非常に大柄ながら柔らかいバッティングをするのが印象的な選手でしたね。マウアーにしてもポージーにしても2人とも殿堂入りクラス、あるいはそれに近い選手たちですので、ホームラン王に加えてアベレージもトシアが残せていたとなれば、 MLB での稼働年数によってはもしかしたらトシアの殿堂入りというところもあったのかなと想像してしまいますね。そして今回調べていていろいろと惜しいなと思ったのがマイク・ピアッツァですね。ピアッツァは打撃タイトルとはなぜか無縁なんですが、通算打率3割超え、そしてベンチを上回るキャッチャーとして歴代1位の427ホーマーを放ち、またシーズンで30本以上を記録した年も9回ある、とにかく打撃の優れたキャッチャーでしたよね。パワーとアベレージを高いレベルで両立しているトシアを考えると、イメージとして一番近いのはこのピアッツァかもしれませんね。というかピアッツァが打撃タイトルを一度も取ったことがないということが不思議でなりませんよね。例えば1997年なんかは打率3割6分2厘、さらに40本のホームランを放っていまして、普通だったら首位打者とホームラン王の2冠も十分あり得る成績なんですけれども、そのどちらも取れていないと。この当時はステロイド全盛期で全体的に打撃成績がインフレしていたこともありますが、ピアッツァの成績見てみますとやはり惜しいなと感じてしまいますね。ということでここまでトシアの MLB 時代見てきたわけですが、まあゴローの MLB 時代も複数回のサイヤング賞ですとか様々な投手タイトルの受賞などなかなか壊れた成績だったわけですが、この年はもう決して負けていないですよね。そして何より日本人選手でホームラン王というのは非常に夢がありますよね。日本人のサイヤング賞受賞も未だ実現していないところではありますが、過去にはダルビッシュ選手がサイヤング賞投票2位に入ったりですとか、いずれ誰かしらは取れそうな雰囲気がある中で、なかなかホームラン王に近い存在の選手はまだ現れてはいませんので、いつか日本人選手でこのトシアのような選手が現れるといいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。